おやおやおや、すみません、すみません。これおいくら億円だい？億ぐらい。サギさん今ぐらいですかね。てかレリアってめっちゃ絵うまい絵な。なんで知ってんの？いや見た絵。あ本当？夢の世界の方のちょっとギャップすごい絵。手先が器用なんだい。まあなんかね、割と何でもできる。え、そうなんだい。いやでもやめないんだね。でも確かに歌も歌えるし、絵も描けるし、他に何か得意なことあるんかい？楽器ができる。楽器？楽器できる。楽器かい？どうぞ。ママ。え、もしかしてレリアはいいところの子かい？料理もできるかい？もしかして。できるよ。うわあ、こいつできるわ。え、なんで知ってるんだよ、わきよ。なんで知ってるんだよ。おやおやおや、すみません、すみませんだい。もうお前ら、違う、ごめんだい、ちょっとごめんだい。お邪魔だったかい。違う、ほら、ボートから降りるかい。料理なるほどだい。刺身買って、みんなでね、その時ボスもいてな、客船待ってる時な。まあ、そういうことにしとくい。えぐい。ええこんにちは、だえ。いらっしゃいませです。こんにちは、だえ。こんにちは、だえ。あれ、うさぎさんが二人いるえ。こっちが本物かえ。すいません。はい、うさぎです。これ、あの、サスペンションもつけてほしいえ。サスペンションです。サスペンションっていくらだい？サスペンションは、今見てます。あと、この車今何がついてるか見てもらっていいかい？いいえ。いいえ。ありがとうだい。あれ、うさぎさん双子だったんだい。うん、今日双子です。そうなのかい。どっちがお姉ちゃんだい？お姉ちゃん私です。あ、妹かい。妹です。かわいい妹だい。でも全然鉄夫って書いてるえ。ありがとうです。隠す気ないえ。これもう誹謗中傷だい。これほぼこんなもん、こんなもん誹謗中傷だい。うさぎさん、うさぎさんの評価を著しく下げてるえ。これ下げてますかね。ほぼ誹謗中傷だよこれ。ネットの書き込みと一緒だよこれ。お姉ちゃん、お姉ちゃんダメですえ。え、いろいろ混ざってます。うさろす、この格好ダメですえ。あれでもちょっと違う、ちょっと違う。でもスカートじゃないよ妹の方は。ホットパンツだい。いいのかよお姉ちゃん、妹がこんな。うさぎ姉ちゃん値段がわからないえ。バカにしすぎだい。妹よ、アップグレード価格表の方になってますよ。アップグレード価格表。最低だ、やるだけやってやめたいこいつ。最低なやつだ。おお、だい。こんにちは、だい。だい。今日はコロモちゃんいないかい？コロモちゃん寝ちゃったえ。あ、寝ちゃったかい。会いに来てくれた？そうだい、カスタムして欲しかったんだい。違うやな。すごい、今日はみんなうさぎさんの日だい今日。うん、なんでだろう。うさぎさんの日だ。とりあえずかっこいい。いいね。ちょっと見てみよっか。お願いだい。まず1個目がこれ。ええ、白にできるんだい。ここボンネットで変わるっぽいね。マジかい。うかっこいいえこれ。例えばじゃあこれ。一気にかっこよすぎる。え、一気にかっこよくなったえ。ですよ。違うえ。あ、違うんかい。自家用車だい。かっこいいえ。わ、これがいいえ。完璧だい。わちのイメージそっくりだい。そう、もう一台持ってるのも白ベースに赤のラインが入ってるみたいな、錦鯉みたいな感じなんだい。うん、キャリコ。キャリコいい車だい。これ速いえ。いい車だよ。ちょっと癖あるけどな。あ、そうなのかい。うん、運転。一番運転しやすいのってなんだい？運転しやすい。運転しやすくて速いの。西野的には LM87 っていう一人乗りの、うん、LM87 ちょっと乗ってみる？え、乗りたいえ。すごい、こっから出せるんだよね。なんだいこれ。鉄の塊だい、戦車だい。戦車。ちょっと走っていいかい？うん、行ってなさい。わ、めっちゃいいえ。走りやす。え、めっちゃ走りやすいえ。めっちゃ走りやすいでしょ。これおいくら億円だい？絶対億だい。おー、これ待って、いくらだっけな。絶対高いえ。こんな、なんかもう最後の方にもらえる車だい。
未来行く時のやつだよこれ。エンジンスワップしてなくてもうアップグレードのみで、うん、これ 7.5 億そんなに儲かるのか、エメカニックって。え、これも工場行く準備してて、会議室に我が輩さんとレディアさんいるんですけど、カネさんとナサ行けそうっすか。まあ、たまったら買うえ。チャル、うん、あ、OK だよ、今向かうえ、ごめんだい。7億7億の車試乗してきたい。めっちゃ乗りやすいけど買えないえ。ちょっとわちももうちょっとでカスタマーワーからちょっと待っててほしいえ。あ、それさ聞いた。西野さんは儲かってるえ、いっぱい儲かってるえね。総資産いくらだい今。うん、もう全部もうすべてもう家とか車とか全部合わせた総資産だい。いや車はもう本当に分かんない。今まで稼いだお金はいくらだい。もうそれも分かんない。だいたい、いや、分からない。もう持ってるお金が88億ぐらい。社長、お手伝いお願いします。あーい、お急ぎのお客様ですのでお手伝いお願いします。ちょっとこれを8今え全部え今持ってるえ88億だら。動揺しすぎだら。え、ちょっと待つ。えどういう、え、昨日社長は最強ですだら。え、やばい。え、88億。なんだい、なんかあのそのツイックスとかの創設者かえ。イーロン西野みたいな、そういう感じかえ。イーロン西野かもしれません。うさぎさんもそんぐらいあるんかい、もしかして。いえいえ、うさぎさんはそんなないですよ。うさぎさんいくら持ってるんかい。うさぎさん今10億ぐらいですかね。でも9億、10億には届かないかなって感じでしょ。え、ちょっと待つえ、こんなもう襲われるえ、そんな持ってたら。もう BMC ヘイストとか来ても文句言えないぐらいの金の量あるえ。もう大変でしょ。ちょっと待って、一番権力持ってるのもしかしてここかい。鎧以外全員揃いました。やばい、ちょっとあのまた後で取りに来るのでもいいかい。いいよ、分かった。ちょっとじゃあ任せるえ、うん、わちは今この世の真理を見たい、この世界の。どうしていきなり言うてみ、どうさん。やばい。え、みんな今いくらぐらい持ってるえ、お金。いや、まあ奥。いや、今 BMC の人のお財布チェックしたら、あのもう壊れてたい。 BMC はあの、うん、ダメよ、比べちゃダメ。お待たせだえ。え、ちょっと、え、ちょっとねえ、え、ちょっとやばいえ、頑張ろ。そうだよ。え、脇よりやばいえ、聞いたよ、私社長の残高参考にしなくていい、あれはギャングだから。ナスコの